倉庫でのバイト。3年前、私は某会社の倉庫兼配送センターでバイトをしていました。そこは、1階がトラックの搬入口、2階の半分は事務所になっていて、あとは商品の梱包所。3階から5階は倉庫になっています。私は2階の事務所で、事務の仕事についていました。蒸し暑い、夏のある日、仕事が終わらなくて残業していた時のことです。残っていたのは、私と S さんだけでした。ここでは S さんと呼びますけど、どうしても彼女の名前が思い出せないんです。S さんは当時35歳で、化粧もせず、地味な感じの女性でした。死んだ人の霊よりも、生き霊の方が怖いわよ、と急に言い出すこともあり、優しい方ではありましたが、なんだか不思議な感じがする人でした。8時を過ぎても、なかなか仕事は片付きません。普段は騒々しいところだったので、妙に事務所の中がシーンと感じます。S さんも黙々と仕事をこなしています。車の音、虫の鳴き声さえ聞こえてはきません。私は急に静けさが怖くなって、S さんと話をしようと口を開いた瞬間、ガラガラガラーと突然ものすごい音が響き渡りました。驚いて立ち上がると、また同じ音が聞こえます。どうも3階で誰かが台車を勢いよく走らせている音のようです。私はとっさに泥棒だと思いました。警察に電話して早く逃げましょう。私はそう叫びました。女2人では泥棒に太刀打ちはできません。S さんを見ると目を閉じて何事かを小さな声でブツブツとつぶやいています。何してるんですか？ここ出ましょうよ。すると彼女は、押し殺したような、有無を言わさない強い口調で、静かに、黙りなさい。あれは、人間ではない。何かを言い返そうとしましたが、なぜか声が出ません。そして一瞬、静寂が訪れたかと思うと、今度は違う音が聞こえます。ゴーンゴーンゴーンガタンガタン。業務用の大きなエレベーターが動いています。事務所からも、そのエレベーターは見える位置にありました。私が見た時には3階に止まっており、下のマークになりました。全身が総気立ち、逃げようとしても体が動きません。何かがエレベーターに乗っている。ここに来る。そしてガタンと音がして、2階で止まり、
ガーンと扉が開きました。その瞬間、S さんは一喝するような声を出し、金縛りになっていた私は体が動き、とっさに耳を塞いでうずくまりました。S さんは何かを必死になって叫んでいますが、聞き取ることはできません。ものすごい恐怖でした。私は、助けて、と心の中で叫びながら、震えていることしかできませんでした。そんな中突然、髪の毛をぐいっと引っ張られて、くっ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 、泣き声とも、笑い声ともつかない男の声を耳元で聞いて、失神してしまいました。気がつくと彼女に、もう大丈夫だから帰ろうと起こされて、私は逃げるように家に帰りました。不思議なのは、家に帰った時間が12時を過ぎていたことです。気を失っていた時間は5分ほどだったと彼女から聞いていたし、感覚的には9時頃に起こったことだと思っていたんですけど、3日間会社を休んで S さんに会うと、右半身に真っ赤な湿疹ができていました。心配しないでと笑っていましたが、あれはなぜでしょうか。その時のことは私には恐ろしすぎて、その話題を口にすることなく会社を辞めました。 S さんはご主人の転勤で九州に行かれたそうです。あの時あのエレベーターに何が乗っていたのか、それはS さんにしかわかりません。あまり霊感がない私でも、得体の知れないものの気配は感じました。私は音と声しか聞いていませんが、あの声、今でも耳に残っています。おばが、癌で入院した祖父の介護のために通院していた頃、昭和の昔の話。祖父の病院は、実家から少し遠い田舎の古い私立病院で、先の短い年寄りが多く入院していた。まるで、姥捨山的な趣で、毎日、間引かれるように、年寄りが行くようなところだったとか。それでもおばは、家計を支えていた祖母に代わり、祖父のもとへ足げく通い、自分を育ててくれた祖父への恩返しのつもりか、懸命に介護をした。病院の治療は、祖父の老い先を知ってか、あるいは年寄りへは誰でもそうなのか。形だけのもので、治療とは名ばかりの薬漬けの延命の中。それでも中には懸命に介護してくれる看護婦らがいた。中でもとある老看護婦は、まるで職務を超えて祖父に尽くすかのように日夜とても良くしてくれたのだとか。祖父もいよいよダメかというある秋の日、老看護婦は祖父のお世話をしながらおばに、佐藤さんは佐藤家ゆかりのお家でしょ?と唐突に言われた。祖父は教師で普通の家庭で育ってはいたが、なんとなくそういう話を聞いていたおばは驚き、
なぜわかったのですか？と聞き返した。老看護婦ははぐらかしたが、祖父の世話も終わり、部屋を出て行く際に、おばの目をまっすぐに見つめ、あなたは今後、鈴木家ゆかりの方と一緒になられるでしょう。でも、絶対に、丸々寺に行ってはいけません。生涯行ってはいけません。行くと命を取られますよ。的な意味深な言葉を残して去った。丸々寺は家臣に反逆され、謀殺された某武将が祀られている。地元じゃそこそこ有名なスポット。でもそう言われれば、うちはなぜか行ったことがないなぁと、おばも不思議がった。ほどなくして祖父が他界。遺体を引き取り、医師、医療スタッフさんに礼を言って病院を後にした。残念ながら、九段の老看護婦には会えずじまいだったが。祖父の死から数年が経ち、おばは見合いで嫁へ行った。嫁入り先は山田家。鈴木さんじゃないのか、と残念ながらも少しほっとしたおば。ところが、結婚式に鈴木家からの祝電と、本家筋ではないにしろ、鈴木家の方々が新郎山田さんの親族として列席された。その際に改めて山田夫に確認したのだが、山田家は鈴木家の分家で、未だに親族同士の付き合いはあるのだとか。見合いではあったが、全くそんなことを知らされていなかったおばは驚いた。いつぞやの老看護婦さんは、このことを言われていたのかと。結婚して時が過ぎ、息子も生まれ、そんな話も忘れかけていた頃、息子の小学校での遠足のとある日、昼過ぎ、家事一通りを終えたおばがくつろいでいると電話が鳴った。電話は息子の通う小学校の教頭先生からで、息子が遠足先で高いところから落ちて怪我をしたと。続き遠足先の担任から、まず山田君を病院へ連れて行きます。平身低頭の電話。車の免許もなく、病院へ向かう足のないおばは、仕事先から旦那を呼び、車でお迎えに行くことに。心配で焦るおば。だが、もう一つ不安なことがあった。息子が連れて行かれた外科病院は、丸々寺のある山のふもと近くにあるのだ。しかしそんなことは言っていられない。そんな言われも知らない夫も大急ぎで車を出し、小一時間ほど離れた隣の市の外科病院へと車を急がせた。焦りのためか終始無言の夫。田舎道を抜けて外科病院のある隣の市へ続く山道へ差し掛かった。途中、丸々寺の看板。不安に駆られるおば。もしやこれは、いつかの老看護婦と言われた丸々寺へ誘われているのではなかろうかと。山道を抜け隣の市へ差し掛かる頃、夫が終始無言でいることに不安を感じたおば。息子は大丈夫かしら？あとどれくらい？あと少しだ。話しかけてもほとんど回答がない。夫の横顔は青ざめてこわばり、心ここにあらずといった状態。いつもはとても気さくで、とても優しい人なのに、どうしたのか。おばがいぶかっていることを見抜くように、
車は急にスピードを上げた。目を見開き、まっすぐに前を見る夫。ねえ、どうしたの？ちょっとスピード出しすぎじゃない？と言うも返事がない。おかしい。いつもは夫へ口出ししないおばも、内心息子への思いと、丸々寺への不安がせめぎ合い焦り出した。車の先に、丸々寺の看板が再び。距離からして、あと10分も行けば、丸々寺へ着くだろう。ねえ、ちょっと、病院こっちの道でいいの？夫からの返事はない。もしかして、夫は正気ではないのかしら。ねえ、ちょっと、と、夫の肩を揺する。うるさい、と跳ねのける夫。ねえ、どうしたの？変よ、あなた。おばを無視するように車を飛ばす夫。車を止めて。私はタクシーで行くわ。大きな声を出すおば。だが夫は聞こえないように車を走らせる。変だわ。おかしい。とにかく車を止めなければ。そして一刻も早く病院へ向かわなければ。ブレーキレバーを引けばいいのかしら。運転席へ手を伸ばす妻。何をするんだ！夫が大声で妻の手を払いのける。夫の大声でビクッと体を震わせるおば。そして夫の狂気を確信した。スピードを増す車。目前に右丸々寺、左市街地の看板。車を止めて！叫ぶおば。車は速度を緩めない。夫は右にハンドルを切ろうと。寸前おばはハンドルを掴んで思い切り左に切った。ブレーキを踏む夫。車はスピンして、別れ道の角にギリギリ手前で止まった。夫は目を見開いて、狂気の表情でおばを睨む。そしておばの首めがけて手を伸ばす。身の危険を感じて車を降りようとするおば。シートベルトを外そうとする手をつかまれ、強い力で引き寄せられた。顔の狂気は凄みを増し、両肩をすごい力でつかまれたおば。ああ、やっぱり丸々寺へ近づくべきではなかった。あの看護婦さんの言われた通りだったのかと、観念しかかったとき、夫が、ごめんな、と一言。次の瞬間、強烈な張り手が、おばの顔に飛んだ。続けざまに二三発。おい、しっかりしろ！朦朧とするおば。殺される、助けて。何言ってんだ、起きろ。お前正気か？意識が晴れてくるおば。目の前には心配そうな夫の顔が。あなた、正気に戻ったの？お前こそ、電話をかけてきた時から、様子が変だと思っていたけど、どうしたんだ一体？お前は、車を出してしばらくしたら、寝出したんだぞ。しばらくすると起きて、息子の無事を祈願に、丸々寺へ行こう、だとか。ここら辺は来たことがないから、少し観光していきたい、だとか言い出して。何言ってるんだ。まず息子の迎えが先だ、と言ったら怒り出して。今度は車を止めろだとか、タクシー乗って丸々寺へ行くだとか、そんなこと言い出して、運転の邪魔をしだして。挙句別れ道のところで、無理やり丸々寺の方へハンドルを切って、ブレーキが間に合わなければ、俺たち死んでたぞ。呆然とするおば。今まで自覚してきたことと全く逆だ。でもそう言われると、自分は車に乗った頃からの
道すがらをあまり覚えていない。とにかく今は落ち着いて、急いで外科病院へ向かおう。息子が待っている、と。病院への道すがら、おばは夫へ、老看護婦の言葉を教えた。夫は驚き、妙な話もあるものだといぶかったが、それ以上は取り合わなかった。息子は遠足で行った公園にある城跡の石垣から落ち、頭を10針近く縫う怪我だったが、幸い後遺症もなく、今でも元気。城跡は丸々寺へ報じられる武将のお城だったことが後で分かった。最初の学校側からの連絡は担任の先生だけからで、教頭先生からおばへの電話はかけられなかったことも。おばの家も含め、うちの一家は、未だに丸々寺へ行ったことがない。お月さん。もう夏真っ盛りだね。この時期になると昔のことを思い出す。俺の地元には大小の山の中にひときわ小さな山がある。本当に小さな山だ。でもなぜか大人と一緒であろうと子供はこの山には登ってはいけないと聞かされていた。先生や親にその理由を聞いても教えてくれないし、他にもいろんな山があるのに、その山だけ子供は立ち入り禁止になっていたし、何より周りに神社が密集しているのも何か気になっていた。神社は小さくて無人のところがほとんどだけど、神主さんが住んでいるところが一箇所だけある。神主さんの敷地に干してあった干し柿を取って食べたのはいい思い出。そのことを神主さんは知っていたみたいなんだけどね。まあ、干し柿取って食べたってことからもわかるかもしれないんだけど、小学校の時は俺はなかなかの悪ガキだった。ダメだダメだと言われるほど、何としても入りたくなるのは人間の悪いところ。俺は友達を連れて、その山に入ることにした。連れて行った友達は二人。ええ。地元から離れた今も結構遊んでいる。面倒見が良くていいやつ。B、すごく臆病。いじめていたわけではないけど、連れ回していた気がする。夏休みにこの三人で山に入ろうってことになったんだ。A は俺と一緒に調子に乗っていたし、B もビビリだけど好奇心はあったみたいで快諾した。なんだかんだでみんな山に入りたかったのかな。そして決行の日、親には朝からプールに行ってくるって抜け出してきて集合した。もちろんバッグには水着やタオルが入っているわけもなく、中身は邪魔になるからできるだけ空にしておいた。A も同じ感じだったんだけど、B は水泳の授業の時と同じ中身だった。いざ出発をしようとしたが、ここで問題が発生。山に続いている道は、神主さんが住んでいる神社の方から繋がっていて、ずっと一本道で、反対側の無人の神社の方に出る道になっている、と B から聞いた。B はビビリだったから、親がこの子は山には行かないだろうと考えて、子供には教えない山の道の詳細を教えていたんだと思う。
それを聞いた俺たちは考えた。子供は出入り禁止だから、当然見つかる可能性がある。神主さんが住んでいる神社の方の道からは行けない。進めそうになければ引き返せばいいし、人に見つかる可能性を極力減らすことが大事。だから俺たちは、無人の神社の方の道を目指して、遠回りをして進んでいった。道とは言っても、舗装もされていない。獣道よりも、幾分マシだってレベル。俺たちは、周りに人が見ていないかを確認し、こっそりと山に登っていった。山の道は、大人一人が歩ける程度で、小学生の俺たちからしたら、進むのには全然問題はない広さだった。俺、A、B という体型で道を進んでいく。ふと横の木を見ると、クワガタを発見。子供にとって、クワガタは、かっこよさの象徴。夏休みの主役たる、絶対的な存在であることは間違いない。しかしあいにく、俺たちが持ってきているのは、空のプールセットのみ。一名は中身があったけど。だから、バッグにクワガタを入れるのもかわいそうな気がして。明日は、虫かごを持っていくか。と話しながら奥に進んでいった。なぜか進むにつれて B が時々変な声を出していたし A をせかしていたが B はビビリなので俺たちはいつものことだと大して気にせずに頂上を目指して歩を進めていた。山に入るときに小さく見えていた入道雲が山に近づいてきた頃だったか。俺たちは道が下り始めたことに気がついた。このまま進んでいくと例の神主さんの神社に出る。大したことはなかったなと思い、二人に元来た道を戻ろうかと声をかけた。A はそれに同意したが、なぜか B は、進むと言い始めた。このまま進んだら、ほぼ確実に誰かに見つかってしまうし、見つかったら、大人からむちゃくちゃ怒られるのは確実だったんで、俺と A は大反対した。それでも B は、進む、と言葉を曲げず、そのうち震え始めた。不審に思った A が訳を聞いてみると、B が視線を感じる、音がするという。話をまとめると誰かついてきているとのこと。俺や A は全く気がつかなかったけど、B は自分の後ろの方に誰かいると思ったそうだ。そして元来た道を帰るとなると、その誰かに向かって進んでいかなければならない。それは怖いとのこと。俺たちはそれに全く気がつかず、気のせいだろうと説得をしたんだけど、B がどうしても怖がるので、俺が先頭に立って元来た道を戻ろうとした。第一、大人だったら、大声を上げながら捕まえに来るだろう。もう道は、神主さんが住む神社へと下り始めているから、引き返して頂上に着くまでは、また登りだ。引き返そうとすると、少し先の道に影が見えた。まずい、大人たちに見つかった。と思って身構えたが、様子が違う。
ゆっくりと近づいてくるのはわかるが、少しずつ距離が近くなり、よく見ると人ではない。黒い影が、しかも一つではなく三つもこちらに近づいてくる。影が何か喋っているが、離れているので聞き取ることができない。俺は完全に固まってしまった。A と B は少しして、人ではないことに気がついて、叫び声を上げて逃げ出すまで、俺はフリーズしていたが、二人が逃げ出すのにつられて、道を駆け下り始めた。途中、B が転んで、バッグを落としてしまったが、俺は B を抱え起こして、でも、バッグを取るまでの余裕まではなかった。ふと後ろを見ると、必死に走っているにもかかわらず、影との距離があまり離れていないことに気がついたので、さらに必死になって道を下った。そのまま、ふもとまで降り、境内の掃き掃除をしていたであろう神主さんが、あっけに取られてこちらを見ているのが分かったので、すぐ、神主さんに泣きついて、黒い影のことを話したら、すごい剣幕で三人とも怒られ、本堂に入るようにと言われた。祝詞みたいなものを聞かされたりして、しばらくの間、本堂から出ることはできなかった。その後もちろん、親からは叩かれるし、説教されるし、泣かれるし、夏休み中であるにもかかわらず、学校に行って先生からも説教されるし、俺と A は神主さんから、いいと言うまで山には近づくなと言われるし、散々周りに迷惑をかけたことが分かった。しかし B だけは、今後はこの山だけではなく、近くの神社にも近づくなと言われていた。俺と A は神社まで出禁にはならなかったため、次の日にもお祓いに行った時に聞いたんだけど、内容はこんな感じだった。何百年か前、突然この近辺に得体の知れないものが現れた。土地神なのかどうかさえわからないが、神主さんでも今もって正体はわからない。見た目は俺たちが見たような黒い影。そいつは山を登り始めると後ろから時々ついてきて、その人と変わらない速度でついてくるんだけど、そいつに追いつかれてしまうとたたり殺されてしまうということだった。後ろから近づいてくるから、大人たちの中では、お月さんと呼ばれているそうだ。つまり、お月さんがいる山を山登り中に生地休憩していると、お月さんに追いつかれてたたり殺されるということだ。この話にはまだ続きがあり、お月さんは元は、もっと大きい山にいたらしいが、いつの間にか今の山に来ていた。大きい山にいた時は少なからず被害が出ていたが、今の山に来てからは標高が低いことから、人が途中で休憩することもあまりないため、被害は出なかった。しかしそれを知らずに、この山で遊んでいた子供が、突然亡くなってしまったため、他の山にお月さんが移動して、これ以上被害が拡大しないためにも、この山からお月さんを動けなくするように、周りを神社で取り囲んだというわけだ。そして、子供が立ち入り禁止になっている理由は、
山が一本道とはいえ、体力がない子供は途中で休まざるを得ず、その結果、お月さんに追いつかれてしまう可能性があったこと。あとは単純に、前の例で子供が亡くなってしまったためらしい。俺と A が、その山には近づくな、と言われた理由は、お月さんは、普段は何も喋らず、ただ後ろからついてくるだけのものらしいが、何か喋っていることを聞いた、ということは、視覚だけではなく、聴覚による接触もあるため、通常の遭遇者よりも強い縁ができてしまったこと。このままでは、お月さんのよりしろになってしまう可能性が高く、またその山に入った後に別の山に行くと、最悪そっちの山にお月さんが移動してしまう可能性がある、とのことだった。そして何よりも俺たちの中で、お月さんと最も強い縁で結ばれたのが B だ。B が落としたバッグは、B を抱え起こすときに、確かに俺たちの後ろに転がっていたのを俺は見たのに、結局見つかることはなかった。今は時々しか地元に帰ることはないし、このことを話すと、A も B も笑い話になるが、結局その影の正体は、わからないままだった。そして俺たち三人の中で一番のビビリの B は、あの一件以来山恐怖症になるかと思いきや、現在大学に進学し、今は登山部に入部している。もしかしたら B は他の山に影を持って行ってるんじゃないかな。真夜中の訪問者。私は父親が生まれた時からいなくて、ずっと母親と二人暮らしでした。現在は結婚して家は出ていますが、私がまだ母と暮らしていた17歳の頃のことです。夜中の3時ぐらいに、ピーッと玄関のチャイムが鳴りました。ちょうどその日は母と夜中までおしゃべりをしていて二人とも起きていました。こんな遅い時間に誰だろうね、なんて話しつつ、私がはいとインターフォンを取りました。そうすると女性の声で、あの、突然すいません。今晩、泊めていただけませんか？声の感じでは40代くらい。その妙におどおどしていた感じが気になって。え？止めてくださいって母の知り合いの方ですか？と聞き返しました。すると相手は。いえ、全然違うんです。私近所のマンションに住んでいまして。私、会社をクビになって、もう住むところがなくて、だから泊めていただきたいな、と。話がよく理解できなかった私は、母の知り合いではないんですね。でも泊めるのは、とおろおろしていました。そこで見かねた母が、私が変わるから、と言って、インターフォンで話を始めました。私は一体何なんだろうと思って、玄関の窓越しに相手を見に行きました。私が玄関の窓越しに見たその女性は、明らかに変な人でした。まず、
顔はもうどう見ても50代なのに、金髪の長髪。白い帽子をかぶっていて、明るい緑のブラウスに、赤地に白の水玉のふわっとしたスカート。右手には、たくさんのものが入った紙袋を持っていました。その様子を見て、これは変な人だ、と察知した私は、まだインターフォンで話している母に、ちょっとママ、玄関に来ている人絶対に変。怖いからもうやめよ。相手にしないで、ダメですって言って断ろう、とまくし立てました。そうしたら母は、はははっと笑って、なんかこの雨の中、傘もなく歩いてきたんだって。怖いなら、傘だけでも貸して帰ってもらおう。と言うじゃありませんか。その日は確かに雨がざんざん降りでした。私はもう、その人の外見を見ているので、泣きたくなって。こういうことにだけは、度胸がある母を恨みました。私は怖くなったので、玄関から離れた奥のリビングで、玄関の様子を伺っていました。母が玄関を開けて話している声が聞こえてきて、しばらくすると。家には入れられません。帰ってください、と、母の怒鳴り声が聞こえました。私は普段、母の怒鳴り声なんか聞いたこともなかったので、それだけでかなりビビってしまい、その時点で涙目になっていました。玄関ではガチャガチャ、ガチャガチャっと、チェーンのついた扉を無理やり開けようとする女性と、閉めようとする母が出す音が大きく響き渡り、17歳の私を泣かせるだけの迫力がありました。でも、その押し問答の最中も、聞こえてくるのは母の声だけ。相手の声はしません。やっと、バタンと玄関が閉まる音がして、母がふうふう言いながら、リビングまで戻ってきました。あの人、やっぱり変だね。怖かったでしょう。ごめんね、と母が言うので。なんかされたの？大丈夫？と聞き返しました。すると母はまた笑って。いやいや、全然大丈夫。今日はもう寝なさい、と。しかしこの話をしている最中に、また玄関のチャイムが、ピーピー、ピーピー、ものすごい勢いで鳴り始め、今度は玄関のドアが、ドントン、ドンドン、と叩かれ始めました。私のビビり具合はマックスに達して、警察に電話しようよ、と泣き始めました。母は、あとしばらく続くようなら警察を呼ぼう。あなたはもう寝なさい。大丈夫だから。と言って、寝る準備を始めました。私は怖くて、なかなか寝つけず、しばらく玄関の音に耳を澄ませていました。玄関の音は30分くらいでやみましたが、それ以来しばらくは、夜中のお客さんは怖くて怖くて仕方ありませんでした。その夜の出来事から5年後、私は一人暮らしを始めることになりました。明日から新しい部屋で暮らすことになった晩、母と話をしていて、そういえばあんなことがあったね。私怖くて怖くて、めっちゃ泣いた記憶がある、と言いました。すると母が、あれだけで怖がっているようじゃ大丈夫かしらね、一人暮らし。
と言うので、あれだけで？と聞いたら、母はこう言いました。私ね、あの時あなたがものすごく怖がっていたから言わないようにしていたんだけど、まずあの人ね、雨が降っている中歩いてきたって言っていたのに、全然雨に濡れていなかったのよ。で、左手にバットを持っていたの。しかもあの人、男の人だったよ。私が腰を抜かしたのは言うまでもありません。警察呼んでよ、ママ。なんで警察呼ばなかったの？って言ったら、なんだか逆恨みされそうじゃない？家はもう知られているんだし、と。その次の日から一人暮らしをすることになった私ですが、怖くてしばらくは実家に帰っていました。皆さんも夜中の来客にはお気をつけください。山の雪道。俺は霊の存在を信じていたけど、一度も見たことはなかった。そう、今から一年半前までは。俺は俺の彼女と友達二人、計四人で、湯沢のスキー場にスノボをしに行った。そこには S のリゾートマンションがあって、そこに2泊3日の予定で行った。その時期は吹雪がすごくて、2泊3日のうち2日が吹雪のせいで、まともに滑ることはできなかった。最終日もあいにくの吹雪。午前中はそれでも気合を入れて滑っていたんだけど、午後からますます吹雪は強くなって、夕方前に切り上げた。マンションに帰って一息ついた俺たちは、帰り支度をして一路家路へと向かった。みんな東京に住んでいるので、帰りは湯沢から関越自動車道を使って帰る予定だった。しかし、吹雪のため、湯沢のインターが通行止めになっていて、しばらくインターの前で様子を見ていた。でも、復興する目処が立たないので、下の道で帰ることにした。今思えば、そんなに急いでもいなかったから、一旦マンションに帰って、復旧してから上で帰ればよかったと思う。下の道を使った僕たちは順調に進んでいった。しかし次第に、車の出入りが少なくなっていく。山道に差し掛かった時、車の異常な動きに気がついた。俺は後方のシートに彼女と座っていたんだけど、どうも車の動きと友達のハンドルの動きが合っていない。あまりの雪道で、タイヤが滑っているのだと思っていた。しかし、尋常ではないタイヤの滑り方におかしいなと思った俺は。かなりタイヤが滑るね。遅くなっても構わないから安全運転で行こうぜ、と言った。いつもの彼なら、ドミノピザのデリバリー風に、安全運転で行ってきます。って言うはずが何も返答をしない。どうしたんだろうと思った僕と同じように、助手席にいた友達もそう思ったらしく、二人で顔を見合わせ、その友達の顔を見た。運転している友達は、今まで付き合ってきた9年間の中で、一度も見せたことのないような怯えた顔をしていた。
彼は僕らの返事には答えず、バックミラーを何度も見るばかり。不審に思った助手席の友達が後ろを振り返ったと同時に、俺もそいつに釣られて後ろを振り向いた。そこにあったのは、車にしがみついていた女だった。しがみついているというか、車を止めようとして、車のウイングにしがみついて、足でブレーキをかけているようだった。驚いた僕は、彼女に後ろを向くなよと言って、運転している友達に、もっとスピードを上げろと叫ぶように言い放った。それまで言葉に反応していなかった友達が、ふと我に返ったのか。わかったと恐怖をこらえて、弱い声で返事をした。車は滑る雪道をものともせず、猛スピードで山道を駆け抜けた。普通スピードを上げると余計にタイヤが滑るものだが、不思議と安定し始めた。恐る恐る後ろを振り返ってみると、ウイングにしがみついていた女は振り下ろされたか、その場にはいなかった。と安心しきっていた僕たちを、彼女のキャーという声が目を覚まさせた。彼女の横の窓ガラス、そこに女が映っていた。女は走っていたのだ。時速60キロは出ている車に走って追いついてきたのだ。一瞬ちらっとこちらを向いたその顔は、ニタニタと笑っていたのを覚えてる。俺たちはどうなるんだろう。そう思っていた矢先、あまりの恐怖に友達が車のブレーキをかけた。雪道でスピードを出して急ブレーキをかけたんだ。普通だったら車が滑る。しかし ABS を搭載していたせいもあって車は安全に止まった。気がつくと女は僕らの目の前にいた。友達はうわっと叫びながらアクセルを目一杯踏んで女に向かっていった。女に車が接触すると思った瞬間、女はまたニタニタと笑っていた。しかも当たった感触も引いた感触もなかった。僕たちはずっと続く恐怖に耐えて車を走らせた。どれくらい経っただろうか、車は市街地に着いた。僕は、初めに見つけたコンビニに入ろう、と友達に言うと、ほどなく一軒目を発見して、コンビニに入ろうと右折をした。しかし、右折をしようと、車を減速しようとしたその瞬間、バツンと音がした。チェーンが外れたんだと思って、コンビニに着くと僕たちはタイヤを見た。そこには、女性と思われる大量の髪の毛が、ゴム製のチェーンに絡まっていた。その後は僕たちには何も起こっていない。スノボに行ったメンバーに、霊感がある人間も一人もいなかった。もう二度とあの場所には近づきたくない。沈む男。去年の8月、ダチと二人でトレーラーでアルミボートを引いて秋田県の八郎湖へバス釣りに行ったんですよ。4日間の予定で。ところが到着前日から
すごい雨で、流入河川とか濁流なんですわ。初日はセーブやったんですけど、いまいちで。二日目から中央幹線路とかいうドブみたいなところでやったんですよ。小雨の肌寒い中、一日中やってそこそこ釣れました。夕方に帰ろうとしたとき、川の真ん中に人が立っているのが見えたんですよ。200メートル先にぼんやりと。夕方、結構肌寒いし、釣りとか網とかやっている風でもなく、棒みたいに突っ立っているんですよね。ダチと、なんか気持ち悪いなとか言いながら、なるべく避けて、橋を通るようにボートを走らせていたんですよ。やべえぞ。前に座っていたダチが言いながら、止めろと手で合図をしてくるんです。なんだと思っていると、さっきの突っ立っていたやつが、その時点でグレーっぽい作業服を着ている男のように見えました。そいつがまっすぐ、お風呂に入るみたいに沈んでいくんですよ。自殺なのか、それとも何かしていて倒れたのか。助けなきゃ、面倒なことになったぞ。いろいろな考えが頭の中をぐるぐると回りました。全開で近づいていく中、その男はもう胸くらいまで水に浸かっていました。50メートルくらいまで近づき、こちらに背を向けた男らしいことがわかり、やばい、急げ。おい、あんた、しっかりしろ。ダチがそう叫んでいました。沈んでいく男は無反応。あれ？ここって、そんなに深かったっけ？次の瞬間、さささっとプロペラに砂が当たって、船外機のエンジンがストップしました。全然浅いんですよ、そこら一帯。行きは岸寄りを釣りしながら流していたんで、そこら一帯がサンドバーになっていることに気がつきませんでしたが、とりあえずエンジンを上げて、エレキを少し水に突っ込んで、男が沈んだ場所に近づきました。待て、止めろ。なんで？ちょっとおかしいよ。離れた方がいい。振り返ったダチの顔は血の気が引いていました。そうだな、そうしよう。ホラー映画とかなら、ここでエンジンがかからないのが定番ですよね。その通りで、さっきまで動いていたエレキが全く反応しないんですよ。ほんの一瞬、顔を見合わせたり、今いるところの底を見たりしている間に、男は沈んでしまったのか消えたのか、いなくなってしまいました。怖くて、しっかりとそのあたりを見たり、周りを探したりはできなかったです。ダチが焦りながら、オールで底を押して、その場からボートを離すようにしたんですよ。俺は少しでも深いところに出たら、そこをエンジンを下げてかける準備をしました。濁った水の底が見えなくなってきたところで、慌ててエンジンをかけました。かかれ、かかれ、頼むからかかってくれ。スターターを力いっぱい引っ張りました。意外なことに、エンジンは一発でかかりました。やった！早く、この腐れドブ側から脱出しようぜ。ダチが強がっていましたが、顔面は蒼白でした。もちろん、俺も。行きに通った航路に
ボートを戻して全開で走りました。男がいた場所を通り過ぎるとき、ダチはずっとそのあたりを見ていましたが、俺は怖くて見れませんでした。とにかくエンジン全開で走り続けました。ボートを下ろした場所と自分の車が見えてきて、助かったと思いました。なあ、あれやばいやつだよな。まさか本当に人だったなんてことはないよな。当たり前だろう。ペラがそこにつくアササなんだぜ。人間じゃねえよ。おう、でも初めて見たぜ、本物。そんな軽口を少しは叩けるくらいにまで落ち着いては来ていました。少し冷静になって気がつきました。朝よりも少し減衰しているようです。ちょっと減衰してっから、ボート上げるのきついぞ。ああ、とっとと上げて帰ろうぜ。その日、トレーラーを使えそうなところがなくて、比較的段差がないところからずり下ろしたんですよ。ボートを岸に近づけて、急いで装備を車に投げ込みました。その間、川の方はなるべく見ないようにしていました。特に男がいたあたりは絶対に。軽くなったボートの先を岸に引っ張り上げて流されないようにして、さあ、あとはタックルを積むだけ。ガシャガシャ。あっちくしょう、ボックスぶちまけた。あれ、何やってんだよ、早く拾えよ。いや、割れてるんだよ、こんなにでっかく。え？ダチのプラのボックスを見ました。取っ手と留め具の部分に何箇所もひびが入っていました。なんだこりゃ。多分俺もダチも同じことを考えていたと思います。でもお互い口には出しませんでした。何かが始まったり来たりするような気がして、二人とも無言で散らばったルバーをかき集めて車に投げ入れました。一体俺たちが何をしたって？昼間他にも釣りをしていた奴はいたじゃないか。もしも俺たちが何か間違えたと言うなら勘弁してくれ。頼むから。でも、ダメだったんです。ボートを上げようとして、車から川の方を振り返ると、俺のボートのすぐ脇にあの男がいました。多分俺が立ったら、膝くらいしかない水深のところ。そこに、胸のあたりまで水に浸かって、上流のさっき沈んでいた方を向いていました。俺とダチは凍りついて動くことができなかったです。男がゆっくりと斜め上に浮き上がりました。変な動き方でしたよ。次の瞬間、ポンという感じで、男が俺のボートに乗りました。足が途中で切れていて、なんて言ったらいいか、木が生えているようにボートにくっついていました。もうボートいらないよ。声が出ていたかはわかりません。俺とダチは車に飛び乗ってそこから逃げました。走って走って、とりあえずサンルーラルまで来て、駐車場にめちゃくちゃな止め方をして、レストランに入りました。
ビールを頼んで、二人で顔を見合わせました。もうボートなくなってもいいや。あそこには戻れねえよ。ああ、お前には悪いけど、俺も無理だ。その夜は、電気とテレビつけっぱなしにして寝ましたよ。次の朝、やっぱりボートが欲しくなって戻ってみました。ボートは昨日の場所にちゃんとありましたよ。昨日の夜、レストランでもらった塩をボートに巻きました。トレーラーに乗せて、宿の予定をキャンセルして、そのまま帰りました。なんとなく気持ちが悪いので、そのボートは売っちゃいましたよ。どこのショップかは言えませんけどね。海の魔物。海に囲まれた千葉県は、昔も今も漁業が盛んな地域である。海は多くの富を千葉に住む人々に授けてきた。まさに恵みの海である。しかし海は富を授けるだけのものではない。優しい顔の裏には、人の命を奪う恐ろしいもう一つの顔があるのだ。特に漁師たちは、板一枚の下は地獄と言われたように、大変危険な仕事であった。近代設備が整った今でも、遭難する可能性がある海である。当時の人力による船での海を渡る人々の気持ちはいかほどであっただろうか。当然、海にまつわる妖怪はたくさんいる。その最も有名なものは、海坊主ではないだろうか。巨大な坊主頭の姿で、突如海面に姿を現し、漁船を転覆させたり、漁師を脅かしてみたりする。広く全国で恐れられている、海の代表的な妖怪である。お盆や月末など、出る日が決まっているという地方もあり、その日は漁師はみんな仕事を休んだと言われている。その正体は、海で死んだものの霊魂だとか、魚が集まったものだとか言われているが、半然とはしていない。しかし現在でも、ニューネッシーやカーバゴン、シーサーペントなど、海のユーマと看板を書き換え、妖怪、海坊主の子孫とも言える怪物たちは健在である。また船幽霊も有名な海の魔物である。これは文字通り、海で亡くなった人の怨念であり、生者を死者の仲間に引き入れるべく、秘釈を貸せ、と、船の上の人にねだる。しかし、ここで秘釈を与えてはいけない。貸した秘釈は、たちまち数百の秘釈となり、船に海水を入れて沈めてしまうのだ。お墓の死者に秘釈で水をやる我々聖者に対し、秘釈の水をかけることで死者に浸せるのであろうか。なんとも不気味な妖怪であるが、今も水死者の怨念は、聖女を黄泉の国に誘う事例がある。心霊団などで、水泳中、足が何者かに掴まれたので、水中に潜って見てみると、溺死体が足をがっちり掴んでいたとか、昔の服装をした亡霊がしがみついてきたとか、その手の話は埋挙にいとまがない。海は魔物の巣窟なのだ。他にも、顔が坊主で体が亀の海和尚とか、座頭姿で海上にぬっと出て驚かす海座頭とか、
突如海上で船の行く手を阻む海ふさぎや、船の進行を阻む四季幽霊など、海に住む妖怪は大変多い。これは海で仕事をする人々、海を移動する人々に、いかに多くの妖怪、妖怪現象という奇妙なものが目撃されてきたかを裏付けている。海という無限にすら感じる単調さに、あるいは暴君とも言える荒々しさに、人の心は妖怪というスケープゴートを設定したのだ。黒入道は千葉の沿岸に伝えられている妖怪である。一説には海で死亡した人間の魂が自宅に帰ってくるものと言われており、深夜に怪しいものが戸をトントンと叩くものであるという。その姿は黒ずくめで、人相すらはっきりしないが人の形をしているという。海で死んだその家の主人が懐かしくて帰ってくるのだが、決して戸を開けてはいけないと言われている。いくら懐かしくとも、死者と生者の境目は分けなければいけないのだろうか。この決め事はイザナギの頃からの慣習である。黄泉の国の住民はこの世に帰ってきてはいけないのだ。黒入道のノックは現世へのノックなのかもしれない。友人に化けたもの。心霊スポット巡りをした帰りに実際に体験した話。友人と車で山梨県の心霊スポット巡りをした帰り、夜も遅くなったんで食事をして帰ろうということになった。しかしちょうどいい店がなかなか見つからない。仕方がないので近くにあったカラオケボックスに入って食事を取ることにした。カラオケボックスというのは案外食事のメニューが充実していて、歌いながら酒も頼み、食事を取るとすぐに体が温まる。途中で友人はトイレに行くと言って席を外した。その間自分は一人で歌うのもなんだし、体が温まって解放感もあったため、パラノイドカメラで撮影した写真を一枚一枚、何かそれらしいものが写っていないかを調べてみることにした。しばらくすると友人もトイレから戻ってきたようだったんで、写真を凝視しながら、どう？なんか写ってる？と見せると、と首をひねりながら覗き込んできた。やっぱり霊なんてものはいねえか。なんか写ってたり怖い体験できたら面白かったのにな。そうつぶやくと、いきなりバタンと怒ってカラオケボックスの部屋の扉を閉める音。自分は友人に何か気に障ることでもしてしまったんだろうか、そう不安に思いながらも、ガラスが割れるだろ、もっと静かに閉めろよと注意すると、そこに友人の姿はない。テレビのモニターから新曲の CM やら PR やらだけが聞こえる部屋の中、自分一人だけである。あれ？その時は怖いというよりもあっけに取られた感じがした。まあ酒も入っていたことだし、少し疲れているんだろう、
そう思って気にも留めず、なんか歌って気でも紛らわせようか、と、カラオケのリモコンを操作しようとすると、今探してるからちょっと待ってよ、と友人の声。驚いて振り向くと、キョトンとした顔で曲目をめくりながら、すでにトイレから戻って椅子に腰掛けている友人の姿が。え？まさに顔面蒼白となりながら、酔いもすっかり冷めて凍りついたように見つめたんで、友人もただならない気配を察したのか、シーンとなってしまった。おいおい、こんなところで脅かすのやめろよ。いやいや、マジ、マジだって。本当にお前が戻ってきて、一緒に写真を見たんだって。写真なんてまだ見てないぞ。ちょっと見せろよ。友人が場を持ち直すように明るく振る舞い始めたので、自分も怖いの半分。しかし、本当に疲れてしまっていたんだろうな、という気持ちも半分で、少し緊張も取れた感じで写真を見せると。何も写ってないな、本当に。もやとか、オーブとかくらい写っていないかな。そう言って友人は、一枚一枚写真をめくりながら、ブツブツ言っていた。あなたが望むものは何ですか？ふと、テレビモニターの、新曲の PR やら、CM やらを紹介する番組の、司会者みたいな人が、番組の流れでそう言ったかと思うと、モニターから何も聞こえなくなってしまったんで、自分と友人は、無意識のうちに二人一斉に画面を見たら、そこには真っ暗な画面から、こちら側に長い髪の毛を垂らす、まるでリングの貞子のようなものが、タラーン、タラーンと、たまらなくなって店の外まで逃げてしまいました。まあ、すぐ気を取り直して店に戻って、部屋から荷物を持って会計済ませて店を出ましたけどね。こうやって文章にするとあまり怖くないんだけど、実際に体験するとマジで怖いよ。ちなみにその時撮った写真はドタバタのせいでどこかに行ってしまった。ナール、ナーシュ。七八年前、自分はパワーストーンにはまっていて、いろいろと集めていました。集めていた理由は、別に不思議な効果を期待したりではなくて、単純に綺麗だったから。男のくせにキラキラしたものが好きで、でも、当時社会人になったばかりの自分には、高価な宝石なんて到底手が出ないので、安価なパワーストーンに流れたわけです。一度集め始めると熱が入るもので、気がつけばちょっとしたコレクションと言えるくらいにいろんな石を集めていました。そんなある日、某ネットオークションで、掘り出し物を探していたとき、黒い卵型の石を発見。ラブラドライトのエッグで、縦10センチくらいの大きさ。ラブラドライトは、自分も何点か持っていましたけど、紹介写真のそれは、そのどれよりも綺麗で、神秘的な光を放っているように見えました。欲しい。
すごく欲しい。なぜか、異様に引きつけられて、価格を見てみると、意外なことに即決で、破格の値段設定。ほとんど、捨てねと言ってもいいくらいで。なんでだろう、こんなにグレードが高そうなのに。と、首をかしげました。同じ石でも、グレードで価格もピンキリですが、どう見ても、最高級の一品にしか見えないのに。出品者の説明を見ると、海外旅行の際に買ったものということで、一度人の手に渡ったものだから、このくらい安くないと売れないのかも、と納得をしました。このパワーストーンに関しては、他人のお振るなんてのは絶対に NG という人もいますから。私はそういったことは全然気にしない性分だったんで、すぐに落札しました。ほどなくして、その石が届きました。丁寧に梱包されていて、写真で見た通り、すごく綺麗なラブラドライト。あまりにも安かったんで、もしかすると、写真とは別の安物が送られてきたりするかもしれない、と、一抹の不安もありましたが、間違いなく、写真の石そのものでした。良い買い物をしたと上機嫌で、出品者にお礼を言おうと、ネットにアクセスをすると、なぜか出品者の登録情報が削除されていました。そのラブラドライトは、見れば見るほど美しく、その青白い輝きを見ていると、何とも言えない恍惚感を感じ、その日は、その石を握りしめて眠りました。その夜、妙な夢を見たのです。どこかの薄暗い森の中、私は一本の大きな木に縛り付けられていて、目の前には小さな子供たちが十人ほど立っています。全員黒髪で、肌は浅黒く、半裸に近い服装。まるでどこかの先住民のよう。その子たちが一様に私を指さして、なる、なしゅ、と繰り返すんです。なしゅ？意味がわからずに呆然としていると、自分の頭上で、ずる、ずる、と何かが動くような気配。何か大きなものが、私がくくりつけられている木の上にいる。しかし、確認をしようにも首が動かず、上を向くことができない。目の前では子供たちが変わらずに、なる、なしゅ、と繰り返しています。よく見てみると、子供たちは全員が無表情で、まるで生気を感じない。急に恐ろしくなった私は、無我夢中で身をよじって逃げようとして、そこで目を覚ましました。息が荒く、全身汗でびっしょり。心臓が激しく鳴っていました。時間を確認すると、もう朝。そこでさっきのが夢だったんだと理解をして、安堵。変な夢を見たな。シャワーでも浴びよう、と。2階の寝室から1階に降りると。先に起きていた姉と遭遇。
ああ、おはよう。おはよう。え、何それ。目どうしたの？え、目？そう言われて鏡を見ると、右目が真っ赤に充血していました。それから数日、私は頻繁にこの奇妙な夢を見るようになりました。縛られた私、ナールナーシュとつぶやく子供たち。木の上にいる何か。その度に汗だくになって飛び起きて、ああ、夢だったんだと安堵する。何か重要な意味があるのかもしれない。最初こそさほど気にしなかったものの、こうも続けて同じ夢を見ると、ただの夢だと片付けることもできなくなってきました。そしてこの夢を見た後は、必ず右目が充血しているんです。思えば、夢を見るようになったのは、例の黒い石を購入してから。あの石に何か関係があるのかもしれない。そう思うようになりました。購入してからというもの、私はあの黒い石を常に持ち歩いていました。見つめていると、不思議な恍惚感にとらわれて、片時も手放したくはなかったんです。外出をするときはポケットに、入浴のときは一緒に持ち込み、眠るときも手に持って、文字通り肌身離さず大切にしており、今考えれば少し異常なほどだったと思います。けど、夢のことを考えると、なんだか不気味にも思えてきて。居間でテーブルの上にその石を置いてじっと眺めていたとき、その日は親戚の家族が遊びに来ていたんですけど、その小さい子供二人が、私が見ている石に気がついて近寄ってきました。5歳の S 君と7歳の K ちゃん。何見てるの？何それ？見せて、見せて。今までにこの石を誰かに見せたことはなかったんですけど、子供にせがまれるとさすがにダメとは言えずに、二人に見せてあげました。すごい、綺麗だね。あ。はしゃぐ K ちゃんとは対照的に、怯えたような様子の S 君。どうしたの？ S 君。それ、怖い。なぜか S 君は、石を怖がっていました。K ちゃんは、何それ？と笑っていましたが、その場は何もなく、また二人は一緒に外に遊びに行きました。それから夜になり、夕飯も終わり、そろそろ親戚家族が帰ろうと帰り支度をしていたとき、私はキッチンで洗い物を片付けていたのですが、ふと背後に、誰かが立つ気配を感じて、振り返ると、ケイちゃんが立っていました。ケイちゃん？なんだか、様子がおかしかったんです。顔色が真っ白で、目つきもうつろ、口の端には、泡立ったよだれが垂れていました。ケイちゃん、どうしたの？大丈夫？鏡込んで顔を近づけると、
ケイちゃんはぽつりと。なあ、シュ。何が起こったのかわかりませんでした。気がつくと私は顔を押さえて倒れていて、S 君の泣き声が聞こえて、それを聞きつけた親戚のおじさんがやってきて、私の姿を見るなり、何があったんだと大慌て。私はすぐに起き上がったのですが、おじさんに動かないでいいと言われて椅子に座らされました。私は右目のあたりから流血していて、ボタボタと床に血が落ちるのを放心状態で見ていました。何？なんで？今、ケイちゃんと話していて。おじさん、ケイちゃんは？ケイ？ケイならそこにいるだろ？ちょっと待って。今、母さんがタオル持ってくるから。言われてみると、ケイちゃんは、私のそばに立っていました。不思議そうな顔で。お兄ちゃん、どうしたの？というケイちゃん。足元には、血のついた果物ナイフが転がっていました。そう。さっきあれで、いきなり顔を。でも、理由がわからない。それに、私に切りつける直前に、確かに言った。ナーシュ、と。それからすぐに、病院に運ばれました。幸いにも、眼球は無事で、右目の上の眉あたりに傷が残ったものの、視力には問題がないということでした。現場は誰も見ておらず、私の怪我は転んだ拍子にナイフで切ったということで落ち着きました。後でそれとなく、ケイちゃんに聞いてみましたが、気がついたらお兄ちゃんが倒れていたと言っており、覚えてはいない様子。私としても、ケイちゃんのことを責める気にはなれず、むしろ、ナーシュと呟いていたのが不気味で、あまり深く追求するのをやめました。その後、私は黒い石を持ち歩いたりすることはやめました。きっと、この石が原因だ。思えば、ケイちゃんのことだって、直前に、あの石に触らせた。この石、何かおかしい。そう考えて、石を手放すことに決めました。とは言っても、ただ捨ててしまう気にもなれずに、霊感があるという友人の Y に、相談をしてみることにしました。Y には自分の霊体験など何度か聞かせてもらったことがありましたが、いつもは友達の間で半ばネタとして話していたので、私自身、Y に本当に霊感があるのかは半信半疑でした。なのでダメ元で、とりあえず、連絡をしてみたんです。ああ、お前か。なんか久しぶりじゃん。Y と連絡を取ったのは数ヶ月ぶりで、少し談笑した後本題に。Y さ、霊感があるって言ってたよね。あれってマジ？え？ああ、やっぱり、そういう話か。なんとなく予感があったようで、Y の声が急に神妙になりました。
俺がさ、パワーストーンとか集めていたの知ってるよな。最近さ、なんか変な感じのやつを見つけてさ。それを見てほしいってか？うん。ワイは少し黙った後。いいけど。なあ、お前、今周りに誰かいるか？テレビとかつけてるか？いや、部屋に一人だけど。ああ、どうしような。なんか、まずいの？いや。それじゃあ、明日、お前の家に行っていいか？え？あ、いや、こっちから行くよ。悪いし。それはいい。俺が行くから、待っていてくれ。後日、お昼過ぎに、Y が家にやってきました。よう。ああ、いらっしゃい。上がってよ。この日は家族が全員出かけていて、いつになくこわばった顔の Y を今に案内しました。で、石っていうのは？ああ、これなんだけど。私が問題の石を取り出すと、Y の顔色が変わりました。Y？Y はじっと石を見つめた後、お前、どこでこんなもん手に入れたんだ？どうやって？誰かからもらったのか？あ、いや、ネットのオークションで買ったんだけど。ああ、そうか。Y は納得したようにうなずいて、大きく息を吐きました。普段楽天家で陽気な性格の Y が、見たことがないほど神妙な顔をしているのを見て、私はなんだか怖くなりました。なんか、やばいのか？いや、俺もよくわからんけど、なんかのご神体みたいなもんじゃないかな。ご神体？日本のじゃないな。どこか外国の。まあ、ちゃんとした場所に預けた方がいいわ。あんまりいい影響はないと思うし。一呼吸置いて。お前、目は大丈夫か？右目。え？ドキッとしました。あの奇妙な夢を見た後は、必ず右目が充血するんです。この石見てると、目が痛いな。なんかあるんだろうな、これも。なあ、この石、よかったら、俺が預かろうか？いきなりの意外な言葉に、正直、面食らいました。俺の知り合いに、こういうのをちゃんと保管してくれる人がいる。その人に渡してやるよ。これ以上、お前が持っていてもあれだしな。Y の申し出は、正直、ありがたいものでした。私としても、すっかりと恐怖心が芽生えてしまい、この石を手放したいと思っていたんです。俺は助かるけどさ、本当にいいの？うん、まあ、乗りかかった船だよ。多分その子たちも、その方がいいだろうしな。ああ、ありがとう。助かるよ。え？その子たちって？
お前の周りに子供がたくさんいる。なんか全員がお前のことを指さしてるぞ。正直、血の気が引く思いでした。じゃあ、受け渡しが終わったら連絡するよ。そうしてその日、その石をワインに持ち帰ってもらい、私はやっと気苦労から解放されたと思いました。今日からは、やっと安心して眠れる。そう思って寝床に着いたのですが、また夢を見ました。気がつけば、薄暗い森の中、大きな木があって、子供たちがいる。ここまではいつもと同じ。違ったのは、子供たちが全員で私にしがみついて、目の前の木にくくりつけられているのが Y だったということ。Y は怯えた顔で私に何かを叫んで、必死に身をよじって逃げようとしていました。見ると右目がえぐられていて、血が黒い泥のように流れていて、私も必死に逃げようとするんだけれど、子供とは思えないすごい力で押さえつけられて、それが10人もいるものだからびくともしない。ナール、ナーシュ。子供たちがそうつぶやくと、Y がくくりつけられた木の上の方で何かが動きました。いつもは見えなかった。けれど、この位置からは見える。大蛇。青白い鱗の大蛇が木を伝って Y の方へずりずりと降りてきて、Y の頭の上で大きく口を開けました。Y は泣き叫んでいました。ただ、彼の声は聞こえない。そのまま、彼の顔がすっぽりと蛇の口に収まり、蛇が身をよじると、あっさりと Y の首がちぎられてしまいました。私はそれを呆然と見ていて、木にくくりつけられた Y の胴体の上で、蛇がこちらへ顔を向けた。右目がない蛇。そこで目が覚めた。時間は早朝。息が荒く、心臓が激しくなっていて、全身が汗でびっしょりで、顔は涙でぐしゃぐしゃ。しばらくベッドの上で、自分の体を抱きしめて泣いていました。Y が死んだ。蛇に食われた。でも夢。あれは夢だ。ただの夢。そう自分に言い聞かせて。それでも落ち着いてから、念のために Y に連絡をしようかと思いましたが、妙な不安に駆られて、向こうからその後の連絡を待とうと決めました。Y が交通事故で亡くなったと知ったのは、それから4日後。車で走行中に、トンネルの入り口付近で、反対車線に飛び出して、対向車と衝突してしまったそうです。私が事故現場に行った時には、もう事故の痕跡はほとんどありませんでしたが、かすかにガラスの破片やタイヤの跡らしきものが見られました。
なぜ Y は亡くなったんだろう。その痕跡を見ながら、ぼんやりと考えました。私のせいなんでしょうか。あんな相談を持ちかけたから、Y はあの黒い石に取り殺されてしまったんでしょうか。あの事故から10年近くが経った今でも、後悔の念が消えません。あの夢が、Y の死と無関係だったとは、到底思えないのです。あの蛇と、あの子供たちは何なのか。ただあの蛇は、かなり執念深いようです。今でも、あの夢は見るし、私の右目は、白内障で見えなくなってしまったし、Y の事故現場で拾ったあの黒い石のかけらも今もまだ手元にあるのです。やっぱりすごく綺麗。赤いブレスレット。5年ほど前の7月、仕事で出向いた先に綺麗な川がありました。車を止めて近くで見ると本当に綺麗な場所で、私の自宅からも車でちょうど1時間くらいの距離です。これはいい場所を見つけたと思った私は、当時付き合っていた彼女とそこでデートをすることにしました。日曜日に行くと、家族連れで来ている人も多くいました。私たちは人が少ない岩場の方に移動し、景色を眺めたり、浅瀬に足を入れて遊んだりしていました。私はしばらく遊んだところでお腹が空き、水辺近くの岩場に腰を下ろし、足を水につけて持ってきたおにぎりを食べようとすると、水中に何かが見えました。最初は何かわかりませんでしたが、じっと見てみるとそれは手のように見えます。え？手？現実感を感じることができないままその手を見ていると、手から先が見えてきました。そこには、水中で沈んだまま水に流されていた男性がいたんです。死体かと思いましたが、目があって、流されても目線がずっとこちらを見ているので、どうやら生きているようです。すると手が動き出して、溺れているらしく、水面へ上がろうとしています。当然助けたかったんですけど、私は泳ぎが得意ではありません。また、溺れている人に正面から手を出すと、引っ張る力が強いので、こちらが水に引き込まれて危険だと教わっていました。何とかしなければと思いながら、男性から目を離さずに近くの川沿いを移動します。すると、事態を知った彼女が来て、その人が流されている近くの川に入ろうとしたため、待って、足を入れないで、と言うと、その瞬間、水中から赤いブレスレットを手首につけた手が出てきたんです。彼女が手に気がついて悲鳴を上げると、水中に引っ込みました。水中を確認すると、男性は漂った状態でしたが、膝下までの浅瀬にたどり着き、止まったものの
ぐったりしています。近くにいた男の人と一緒に意識の有無を確認すると、男性は喋ることはできませんでしたが、うなずきましたので、意識があることは確認でき、呼吸が落ち着くのを待ちました。呼吸が落ち着いた男性は、上流で遊んでいたら、流れが早い場所に入ってしまって、戻ることができずに、水の流れに流されるまま、ここまで来てしまったと言います。水流で水中に引っ張られるようになり、必死でもがいていたそうです。上流を見てみると、その男性の家族がこちらを見ていたので、手で大きく丸をして生存を知らせると、何度も頭を下げていました。家族と合流した男性が抱き合っている姿を見て、私もほっとしました。そこで、ふと溺れていた男性を見てみると、手には赤いブレスレットがついてはいません。私は、赤いブレスレット外れちゃったんですかね、と言うと、男性は何を言われているのかが分かっていないような感じで、私はブレスレットはしていませんし、手も出していないです。必死でしたから、もしかしたら手を出したかもしれないけど、ブレスレットなんて最初からつけていないんですけど、そうおっしゃっていました。では赤いブレスレットをつけた手は一体？私も彼女も、確かに川から伸びてきたその手を見ました。彼女に至っては、手に気がついて悲鳴を上げています。ひょっとして男性が溺れたのは、赤いブレスレットをつけたあの手が原因なのではないか。私はそう考えてしまいました。彼女はこういった話が苦手なので、これ以上話題にすることは避けました。綺麗でとてもいい場所でしたけど、これ以来、二度と行く気にはなれません。不思議な歌。田舎から上京してきた友人から聞いた話。その友人の地元は海沿いの寂れた漁師町で、そこに昔から伝わっていて、今でも歌われている歌があった。イワシが取れたらサンマが取れる。サンマが取れたらブリが取れる。ブリが取れたらカツオが取れる。カツオが取れたら人魚が取れる。人魚が取れたら子供が取れる。子供が取れたら肉になり、肉になったらイワシが取れる。という、なんだか不思議な歌だった。友人から聞いたときに、やはり気になったのは、魚からいきなり人魚や子供に飛躍する点。だが友人にもよくわからないというので、彼は今度帰省したら祖母に聞いてみると言っていた。その夏のある晩、帰省していた彼から電話がかかってきた。聞いてみると、実は歌には今の子供には伝わっていない二番がある。イワシが取れぬし、サンマも取れぬ。ブリも取れぬし、カツオも取れぬ。人魚も取れぬし、子も取れぬ。去年に取れたは、人魚の子。稚児がその子を比べれば、
稚児は見事な餌になりて、イワシは町に戻り来る。私は、人魚ってなんだ?と聞いたところ、それは、女ばかりが生まれる特別な家系のことで、大量の年に子供が生まれるのだそうだ。そして、純潔を守られた子供は、不良の年、町の少年と交際をする。少年は交わった時点で、人ではないものとして、海へと捧げられるのだそうだ。友人の祖母が子供の頃には、すでにそんな風習もなくなっていて、人魚の家系がどこにあるかはわからなくなっていた。ただ、友人の家系は女ばかりで、代々入り婿が家を継いでいるそうだが。笑い女。今俺が体験している話を。先週の金曜日のことなんだけど、会社の先輩の村松という男が死んだ。もちろん直接現場を見たわけではないけど、自分の部屋で自分の両耳にボールペンを突き刺して死んでいたらしい。村松自身の手がペンをぎゅっと握りしめていたというので、警察も事件性は認めずに、すぐ自殺だと判断した。会社の連中は、そんな村松の死に様を、随分不思議がったりしていたけど、俺は特に驚きもしなかった。それでも、司法解剖っていうやつが、どうしても必要らしくて、多分村松の体は、詳しく調べられたんだと想像している。分かりきっていることを調べるために、体をいじくり回されるなんて、ちょっと気の毒だとは思う。すぐ通夜があって、同じ課の奴らは、課長を先頭に連れ立って公共斎場に行ったらしいけど、俺だけはどうしても外せない用事があると課長に断り直帰した。周りから見たら不自然だっただろうとは思うけど、通夜なんていう締めっぽくて皆が押し黙っているような空間には、今は耐えられそうにないから。村松と俺とは、先輩後輩っていうことはあまり関係なく、仲が良かった。お互いに、相手のマンションの所在地を知っていたって書けば、どの程度の仲だったかは伝わるかなって思う。三週間くらい前のあの日も、村松が会社帰りに、俺の部屋に遊びに来ていた。俺たちは缶ビールを飲みながら、同僚の陰口ばかり叩いていた。二人とも酒を飲むときは、会話だけを楽しみたいっていうタイプだったから、テレビもつけていなかったし、音楽を流したりもしていなかった。我ながら暗いなとは思うけど。そのうち買い溜めてあったビールが尽きた。俺はアルコールがなくても会話が楽しければいいって思っていたんだけど、村松はそれではダメだったみたいだ。すぐ買いに行こうと言い出す。しぶしぶながらも、村松を連れてマンションも出て、近所のスーパーに買い出しに行った。
店に入るとすぐに、村松が。おい、なんだよあれ。って、ニヤニヤしながら聞いてきた。指さす先を見ると、ボサボサの髪を腰まで垂らした女が、買い物かごをぶら下げて野菜を選んでいた。別に何の変哲もない。よくある光景だ。ただ一つ変わっているとしたら、女が大声で笑っていることだけ。レタスを手に取りながら、って笑っているだけ。それすらも俺にしてみればやっぱり何の変哲もないよくある光景だ。ああ、あれは笑い女だよ。説明しておくと、笑い女とは近所では有名な人物。ぱっと見はごく普通の若い女で、取り立てでどうこう言うべきところもない。確かに腰まである髪は痛み切っていてボサボサだけど、そんな女どこに行ったっていると思う。ただ笑い女が変わっているところは、その呼び名通りにいつでも笑っているところ。いや、っていう。何かから空気が漏れるような。それでいて、ちょっと湿った感じの独特な笑い声を撒き散らして、口の端からはよだれを垂らしている。だからみんな、笑い女とか、レジ打ちのおばちゃんたちも、お笑いさんとか呼んでいる。ただそれだけの存在だ。まあ、不気味ではあるけど、笑い声さえ気にしなければ、誰かに迷惑をかけるわけでもないから、周りはあまり気にしてはいない。気にしたとしても、嫌なものを見たなって、ちょっとの間思うだけで、すぐに見て見ぬふりをする。今になって思えば、村松はその時かなり酔っていたんだと思う。俺、ちょっとからかってくるわ。とか言って、笑い女に近寄っていった。俺も酔っていたんだと思う。何しろ、村松のことを止めようとはしなかったから。なあ、おいあんた。何がそんなにおかしいんだよ。村松は、ぶっきらぼうな口調で、笑い女に声をかけた。けれど、笑い女は答えない。いへ、って、笑うばかりだ。おい、答えてみろって。世の中、こんなに不景気だっつうのに、何が楽しいんだよ。村松は、そんな内容のことを言っていた。多分それまでは、俺と一緒に、陰口を叩くことで発散をしていたものが、酔いのせいで他人にまで向いたんだと思う。やっぱり笑い女は、ひゃっひゃっひゃって笑うだけで何も答えない。そんなことをしばらく繰り返していたら、なんだよこいつ。つまんねえな。おい、もう行こうぜ。って、村松が言って、不機嫌そうにその場から離れた。俺たちは、カゴに、スナック菓子とかを詰め込んでから、
酒が並んだ棚に行った。村松はすぐ缶ビールを手に取っていたけど、俺はビールに飽き始めていたから、チューハイをじっくり選ぶことにしたんだ。そのうち村松が、うわという叫び声を上げた。何かと思って振り返ると、村松と笑い女が、至近距離で向き合っている。例の、いや、いや、いや、という声と一緒に、笑い女の口から、村松の顔に、唾が飛んでいるのが見えた。それから村松が、両手を突き出して、笑い女を押し倒すまでは一瞬の出来事だった。笑い女はふらふらっと倒れてペタンと尻餅をついて、それでもいやいやいやって笑い続けていた。買い物客とか店員とかが遠巻きに二人を眺めていて、俺も気まずくなってきたから、適当にチューハイを選んで、村松と一緒にそそくさと会計を済ませた。笑い女に謝ろうかなとも思ったんだけど、事情がよくわからないし、俺が謝るのも変な気がして、結局やめておいた。何があったんだと聞くと、村松が言うには、お前が酒選んでるのを眺めてぼーっとしてたらさ、耳元で気持ち悪い声が聞こえて、驚いて振り返ったらすぐ目の前にあの女の顔があったんだ。それで気味が悪かったからとっさに突き飛ばしたということらしい。それから、よく見たらあいつって何か付け加えかけたんだけど、途中で口ごもって最後までは聞かせてくれなかった。部屋に帰ってからまた二人で飲み始めた。でも村松はさっきのことで罰が悪いのか元気がなくて、ふとした拍子に会話が途切れて、お互い黙ってしまうようなことが多くなった。そんな感じで会話が途切れると、村松はキョロキョロと視線を動かしたりする。そのうち、何かゲームでもやろうぜって村松が言い出した。こいつがゲームで遊びたがるなんて、なんか珍しいな、とは思いつつも、ゲームで遊んだ。二人ともすぐ熱中して、村松もいつも通りの元気な感じになってきた。そうしているうちに、バスがなくなるっていう時間になり、村松は帰っていった。この時の俺は、スーパーでのことなんか完全に忘れていたと思う。次の日から村松の行動がおかしくなり始めた。まずやたらとウォークマンで音楽を聴くようになった。別にそれ自体はおかしなことではないけど、出勤途中に顔を合わせてこちらから声をかけても、軽く手を上げるだけでイヤホンを外そうとはしない。近づいてみると、ものすごい大音量で聞いているみたいで、やたらと音割れしていた。ちょっと感じ悪いなとは思ったけど、その時は別に
何も言わないでおいた。それが昼休みにまで音楽を聴くようになった。昼飯に誘おうとしても、村松はそそくさとイヤホンをつけて、一人でどこかに行ってしまう。挙句、仕事中にまでイヤホンを外さなくなった。さすがにこれはおかしいと思っていたら、村松よりもさらに上の先輩が村松を怒鳴りつけた。それからは仕事中に音楽を聴くようなことはなくなったけど、代わりに独り言を言うようになった。しかもうるさいとか、あーとか大声で言う。周りが注意をしてもやめようとはしない。みんな正直気味悪がっていた。見るに見かねて退勤してから村松を呼び出して話をすることにした。村松は最初俺と話すのを渋ったけど、賑やかなところでだったら話すって言い出したからファミレスに連れ出した。ファミレスはそこそこの混み具合で、高校生っぽいのが大声ではしゃいだりしていた。それから俺が、最近のお前はおかしいぞって切り出すと、村松は、自分でもわかってるよと言った上で、一人でに話し始めた。なかなか要領を得ない話だったんだけど、大雑把にまとめるとこんな感じ。例のスーパーでの一件以降、ふとした拍子に、笑い女の、いや、いや、いや、という、笑い声が聞こえてくるようになった。はじめは、かすかに聞こえるという程度で、空耳かとも思っていたんだけど、ちょうど、背後からだんだん、近づいてきているような感じで、日を追うごとに、笑い声は大きくなってきている。周りで何かの音、音楽とか、人の声とかがしているような時には、笑い声は聞こえてこないんだけど、ふと無音状態になると、いや、いや、いや、と聞こえてくる。今では、少しくらいあたりが騒がしくても、それ以上のボリュームで笑い声が聞こえてくることもある。何よりも辛いのは夜中で、寝ようと思って電気を消すと、部屋中に鳴り響くようなすごい勢いで笑い声が襲ってくるんで、とてもではないけど寝つくことなんかできない。まとめるとさっぱりしてるけど、実際には話をしている途中でいきなり大声を出したり、あいつが、あいつがって泣きそうな声で繰り返したりするから、内容をつかむにはかなり時間がかかった。しまいには、あの女に呪われたとか、あいつ、幽霊なんじゃないか？とか言い出す始末。俺が何よりもまず思ったのは、村松は変な妄想に取り憑かれているということ。笑い女は幽霊なんかではないし、ただのちょっと変わった女でしかない。その証拠に、あの日以降も、俺は笑い女がスーパーで買い物をしているところを何度も見ている。
れっきとした、実在する人間だ。笑い声が独特で、気味が悪いから、耳に残ったっていうのと、村松なりの罪悪感みたいなものが、妄想の原因だったと思う。大体、スーパーに出る幽霊っていうのも、なんだか間抜けだと思う。そう言って聞かせても、村松はまるで、こちらの言うことを聞こうとしない。呪いとか、幽霊とかを繰り返すばかり。俺はだんだんイラッとしてきて、そんなに言うんだったら、一緒にスーパーに行こうって切り出した。村松が言っていることのバカバカしさにも、だんだん腹が立っていたし、相手が現に実在しているただの女だって認識をすれば、変な妄想もなくなるんじゃないかって思ったから。もちろん、村松は猛烈に嫌がったけれど、俺は村松を無理やり引きずるようにしてレストランから出て、電車に乗って例のスーパーに向かった。電車の中でも村松はブツブツつぶやいてビビってた。やっとスーパーの前まで着いたところで村松が、やっぱり嫌だって言い出した。絶対に中には入りたくないって。仕方ないから、店の前の駐輪場から店内を覗こうって俺が提案した。それでも村松は帰るって言い出していたよ。俺は村松の肩をがっちりと押さえて、逃げ出せないようにした。けれど、ガラス越しに店内を眺めても、笑い女の姿はなかった。いつも笑い女と出くわす時間は、だいたいこれくらいだから。きっといるだろう。そう思ったのが、失敗だったのかもしれない。まずいな、と思った。ここで、笑い女の姿を見ておかないと、村松は余計に、あいつは幽霊だって思い込むかもしれないから。それでも、もう少し待っていれば、いつものように、買い物に現れるかもしれないなって、俺は粘った。そのうちに村松が、両耳を塞いで、ガタガタ震え出した。聞こえる、聞こえるよ!って、子供が、泣きじゃくっているみたいな調子で、鼻水を垂らして言う。やっぱり、呪われたんだよ!って。でも俺は、それが、笑い女の、呪いなんかで聞こえているわけじゃないって、はっきりと気がついた。なぜなら。や、や、や、や。って、笑い声は、村松だけではなく、俺にも聞こえてきたから。首だけを横に向けて振り返ると、俺に肩をつかまれた村松の真後ろに笑い女が立っていた。へっへっへっって笑いながらよだれを垂らしてる。俺は村松が絶対に後ろを振り向かないように肩を押さえる手に力を込めた。ただでさえ、笑い女のことを怖がっている村松が、こんな至近距離で、
当の本人と向かい合うのは絶対にまずい。しばらくすると、笑い女はスーパーとは逆の方向に笑いながら去っていった。立ち去り際に、笑い女の顔が俺の方を向いた。俺はそれまで笑い女を遠巻きに見たことはあっても、あんな至近距離で真正面から見るのは初めてだった。口はにんまりと開かれているのに、ボサボサの髪の中でこちらを向いている目は全然笑っていない。でも怖いと思ったのはそんなことではなくて、笑い女の口そのものだった。笑い女の口には歯がなかった。それからあと、俺は随分自分勝手なことをしたと思う。何も知らずにまだ震えている村松を無理やりバスに乗せて一人で帰らせた。もうその時の俺にとっては村松の妄想とかはどうでもよかった。ただただ自分が見たものの気味悪さが恐ろしくて、早く自分の部屋に帰りたかった。その日以来、村松は会社に出てこなくなった。最初はみんな、あいつ、この年末にサボりかよ。いつも勝手なやつだな、とか言っていたけど、あまりにも無断欠勤が続いたから、いくらなんでもこれはおかしいって話になった。そのうちに、村松が死んだということが分かったのが、先週の金曜。今となっては、村松も気づいていたのかは分からないけど、俺にははっきり分かっていることが一つだけある。笑い女の、いや、いや、いや、というのは、笑い声なんかじゃない。よく聞くと、いた、いた、いた、って言っているんだ。閉店後にかかってきた電話。今から30年くらい前の話です。熊本県在住の H さんは当時喫茶店を営んでいました。ある日、閉店作業をしていると店の電話が鳴りました。時間は夜の10時頃。遅い時間ですけど、問い合わせや予約の電話がかかってくることは珍しくはなかったんで、H さんは電話に出ました。すると、電話口から聞こえてくるのは、5歳くらいの男の子の声でした。そしてその男の子は、迎えに来て、と言うのです。H さんは間違い電話だと思ったものの、こんな遅い時間に、小さな男の子からの電話を、無限にはできずに話を続けました。お父さんかお母さんが迎えに来てくれるの？僕のお名前は？僕はどこに住んでいるの？などいろいろと尋ねましたが、男の子の返事は、わからないの一言でした。それでも H さんが根気よく質問をすると、男の子はどうやらパジャマの上、
裸足で屋外にいるようでした。もしかしたら、男の子は何かの事件に巻き込まれているのではないか。そう思ったエイチさんは、その子にさらに質問をしました。今どこにいるの？そこからは何が見える？そう尋ねると、男の子が、30が見える、と答えました。その瞬間、H さんの脳裏に、とある映像がよぎりました。山に続く道で、そこには制限速度30キロの標識があるんです。直感で、そこに男の子がいると思った H さんは、わかった、そこで待っていて、と男の子に伝えて、電話を切りました。脳裏に浮かんだ場所は、車で30分程度の場所です。H さんは運転しながら、でも、あそこに電話ボックスなんてあったかな？と、疑問にも思っていました。やがて目的の場所に着くと、道の真ん中に、ポツンと子供の靴が落ちていました。これは、電話の男の子のものだと、H さんは直感して、男の子を探しました。迎えに来たよ、と声をかけつつ、周囲を探すと、茂みの中に黒いゴミ袋を見つけました。ゴミ袋は膨らんでいて、確実に中に何かが入っているのがわかりました。それを見た途端、H さんは強い悪感を感じて、慌てて車に戻りました。そのまま電話ボックスのあるところまで車を走らせて、警察に通報しました。不法投棄物があると。あとは警察に任せればいい。もう自分の出る幕ではないと。H さんはそう思って家に帰りました。翌日、新聞やニュースをチェックしても、H さんの予感を裏付けるものはありませんでした。喫茶店のお客さんの話にも乗らず、H さんは、ああ、あのゴミ袋、本当にただのゴミだったのか、と考えました。それから2週間ほど、何もなく H さんも、あの夜の電話のことは忘れていきました。そんな夜、いつものように喫茶店の閉店処理をしていると、店の電話が鳴りました。H さんがいつものように電話に出ると、あの日の男の子の声が聞こえてきました。どうして開けてくれなかったの？それから H さんが閉店後の電話に出ることはなくなったそうです。Thank you.